やっくんのブラッド Vlog。 今回は六本木にある牡蠣食べ放題のお店、豪華イタリアンデザートに行ってきました。早速階段を上がって、こちらが入り口ですね。メニューは90分、生牡蠣、蒸し牡蠣、焼き牡蠣の3種類が食べ放題になっていて、最初に全種類出てきた後追加していくシステムになっています。調味料はウイスキーオイル、生レモン、自家製トマトソース、自家製マヨネーズ、ピンクペッパーがあり、醤油やポン酢はありませんでした。しっかり軍手とオープナーもありました。お通しはお豆のサラダ。早速生牡蠣の登場です。今回はどれも北海道産の牡蠣でした。仕入れによって産地は毎回変わるみたいですよ。早速レモンを絞っていただきたいと思います。美味しかった。続いて蒸し牡蠣、本当に新鮮で大きかった。最後に焼き牡蠣、焼き目が美味しさを伝えてきますね。まだ序盤でこの量、どんどん食べていきます。これは蒸し牡蠣ですね。見てください、この湯気。個人的に蒸し牡蠣が一番好きなので本当に最高でした。焼き牡蠣は身がキュッとしてめちゃくちゃ濃厚でした。ピクルスやポテトフライも注文して、90分牡蠣を堪能して幸せでした。